夜が明ける前に行くんだ。走れ走れ。細い道で走ると壁に当たって止まるんだよね。ただでさえ難しい馬の操作だ。ダッシュさせるとさらに難しい。やったぜ。よし戻ってきた。どんなものを売っているのかい。と喋る。人間の兄ちゃん、なんか買ってから、いろいろ持ってきたから。カンテラの油、薬、あ、青い薬だ。ハート全回復。まだいらないね。体力6しかないのに、こっちで全然十分だよ。まあ終盤かな。で、マロマートが。なんか新商品入荷してるっつってたな。子供だから夜は閉めてる。もう閉店だ。出直して。なんか戦闘の音楽が。どこで誰がいた。えい、爆弾じゃねえな、こっちだな。朝と夜帰る手段ないのか。朝までゆっくりさせてくれないかな。なさそう。朝と夜を変える手段が欲しいです。ホテルで朝まで眠るとかないのかな。鍵がかかっている。ホテルだろ。この馬、うちのエコナじゃないですか。どうしよっかね。ゴロンの里の方にあったっけ。ちょっと朝までダラダラ走るか。探索しながら走るか。ちょっと不便だよな、そのね。壊せそうなものがあるかもしれないし、ちょっと走り回ってみますかね。どこか壊せるものはないかな。持ってくるね、こいつ。当たらん。何でじゃねえか。向かう場所、向かう場所は北。あ、一応マップに旗つけてくれてる。わかりやすい。いや、全部使っちゃった。ってことはこの奥だな、行く場所は。
よし、そこまで分かればいいか。追ってくるなこいつ。えいや、そろそろ朝になるかな。はい、帰ろ。これだ。回転ぐらい。まだ朝なんないの。お、ジュルピー。さすがにただ突っ立ってるだけは暇いしな。死にたくないからそっち行けとか言わないでくれる。この上だよな。どうやって行くんだろうな。朝はまだかな。いまいち時間の経つ条件がわからん。壊れないのかい。爆弾をくれ。あ、壊れるじゃん。もしかしてこれ登れるんじゃない。やったってことはここに何かしらのアイテムがあってもおかしくないんだけど。逆に渡れる。渡れる渡れる渡れる。とお、なんだこれ。草に飛び込むのはボタン押さない方がいい。あー、ブーメランだなこれ。もしくは弓矢爆弾か。いてー。まあ朝まで時間はある。昔ゼルダ4個まで爆弾と弓をくっつけて弓矢爆弾だっていうネタがあったけど、公式に採用されると。上に参ります。しまった、矢がない。ブーメランで代用できるか。ならばよし。いや無駄遣いしちゃったからな。オッケーかな。よし、なーにかな。やった、後のかけらだ。お、ちょうど朝が近づいてきた。じゃあマロマートだけチェックして北に向かおう。いやー買いたいな。売ってねえのかな。止まってる止まってる。何なんだろうね。なんで開かないんだろうなあれ。
まだ夜扱いか。まだ夜扱いっぽいな。てか早朝っていうのがあるのか。じゃあちょっと墓地でも行ってみるか。墓地に壊せるものなかった。あー夜だから棒がいるのかな。カンテラじゃねえ。このバチ当たりが壊れない。多くね、さすがに。あり押す持ってるな。これボウの姿が見えないんだけど、これもなんかアイテム取らないと倒せないやつかな。どうやら夜も終わりが近づいてきたのかな。壊れない。まだ早朝か。もう一通り回った感あるよね。ここにいても時間過ぎんのかな。それも疑問なんだよな。町にいるときは時間過ぎないとかだったらいてもしょうがないしな。までにあったっけな、爆弾寝壊せるとこ。これぐらいなら自分で登った方が早いだろう。なんか登れそうだけど登れない。せっかくここまで来たけど、フックショット系のアイテム取ったらまた来るし、いっか。ダンジョンの中にあった取れなかった宝箱をどこかでゲットしたい。さすがにもう昼になってるだろう。と乗っとかないと。
あ、よかった、やっと音楽戻ってる。ちょっと時間の流れるタイミングが分かんない。あー、引いちゃった。丸一日ぐらい無駄にしたな。おい、なんか買えよ。一品物なんかねえじゃねえか。やっぱこの間の鷹のあれか。とりあえず20本補充しとこう。じゃあ、いきますか。またいつもの虫集めからだろうな。そこだ。よし。虫集めっていうね、アプリありそうだよね。猫集めならぬ虫集め。ダッシュ。やっぱ明るいのが一番。後ろから来てる。お、そんなんだった。邪魔だ。落ちたらどうする。ブーメラン使うか。なるほど、ブーメランはいいことだわ。そしてこれを食らえ。もう一丁食らえ。全部壊れた。そしていつものん、まさかオルディンオオハシが消滅した。もう帰れない。食べられる。そして上から来るぞ、気をつけろ。何？元の姿で戦うのか。倒しとくか。来いよ。ピーン。回転切り。あ、死んでね。ほら、復活させるんじゃない。回転切り。楽勝だぜ。でも復活しない。あれれ、橋が復活しないぞ。どうせここクリアしたぐらいに復活するんだろ。とりあえず先に進もう。乗りまーす。すごい。新しいマップにレッツゴー。ストップ。裏道っぽいとこも行っとこう。空見えてんの。あれ、なんだこれ、意味あったのかこの道。フィニー。おい、
死なない。これよ、いい、キン、降りる。エコナー待ってろ。とどま。これ壊れるんじゃない？爆弾を食らえ。あれ壊れない。なんかある。これはトロッコかな？壁走んのかな将来的に。まあこういうものがあったと覚えておくか。レッツ目的地到着。あー来た来た。エポナーは一緒に行けないのかい？行けないんだ。お前はじゃあここで待っててくれ。お、ここまで来たな。影の結晶石は残り一つ。最後の影の領域トワイライト。お前次第。さあどうする？行かねえと話進まねえだろうが。行きまーす。にんにんにん。はい、お願いします。トプン。食べられるよ。入ってから変化するのかな。狼の状態でこっちに入ってくるの。最終的にトワイライトの領域に人間で入る可能性もあるのかな。手伝ってやるよ。黄昏の国運も見納めけん。そいつはどうかな。さあ、いつも通りのワンワン。あ、回復もらっとこう。いいか、無視していくか。ただの雑魚だし。センス。あ、これは誰かのバッグ。くん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 。そう、これはこれだけは約束してくれる？無事に帰ってきてねって。俺は無事だったよ。子供たちの匂いを忘れて新しい。あ、そうは子供たちの匂い忘れるんだ。イリアの匂いを覚えた。メスの匂いだろ。その面見てたらわかんないよ。手がかりが見つかってよかったな。果たして無事でいるかな。そういうことを言うんじゃねえ。お、繋がってる繋がってる。メスの匂いだ。クッキッキッ、メスの匂いがするし。つか一本道だしな。センス状態じゃなくてもいいんじゃないかっていう。センス状態だと周りが見渡しにくいんだよね。こ、大聖堂みたいなとこに。いや、入らんじゃおうか。ここから先今までのように簡単に行くと思うなよ。行ってみよう、やってみよう。まあ世界戻ってから探索すりゃいいか。エポナに乗って。ん、ブーン、ブーンって音がした。おお、ワンワンアタック、連続攻撃。まだいるー。バーン、完全回復。犬ってこんな感じで匂いが見えてるのか。いや知らねえけど。ゴブさんいらっしゃるじゃん。ワンワン。
あれ、おい、敵多い。弓兵まで嫌がる。こっちはお城か。あ、岩とかある。水ないの？まずは匂いを追いましょう。ワンワンワン、おお、もういた。まずは匂いを追って。ちょっと景色も確認しつつ、どうせいろんなアイテム使えないしね。だって四本足だから。あ、大木まで来ちゃったな。ここは一体どこなんだ。敵まみれじゃねえか。全力で駆け抜けていこう。あー、不意打ち、不意打ち。あー、キャッハッハー。あ、どっちから来たか分かりにくくなった。なんか来てる、逃げろ。駆け抜けるんだ。こっちの方が早いって。よし。